皆さんこんにちは、キリアです。シティーズスカイライン2続きをプレイしていきたいと思います。さあこちら前回新しく作りました貨物港、ここで今日もこのトラックと、そしてこちら貨物船が働いています。そしてこちら足りなかった従業員もマックスで来てくれました。ただ高学歴の従業員がいないと言っていたのは解決したのかな。であとこっちの方も今22人、37分の22人来てくれているところですね。でですね、こちら車を持っていない人にも通勤しやすいようにバス路線作りました。ただお客さんが全然使ってくれない。そして快適度が低いな。ただまあとりあえずこれでこの港と鉱石の発掘現場、ここが働きやすくなりました。そしたら今回はこちら需要がたくさんある住宅ですね、居住区をたくさん作っていきましょうか。んでどこに作るかですけども、前回一つの案としてここに真ん中に飛び散りになって他の市のものになっているここのエリアを買うか、もしくは他に、どこか作ろうかという話をしましたが、これ今せっかくこの海沿い、こっちの方を開拓しているところなので、この海沿いに町を作っていきましょうか。あとここはちょっとなんかスペースがちょっと小さいので、こっち側行ってみるか。これでここの高速とうまいことつなげて、そしてこっちのオフィス街の方とつなげれば、大学に通って高学歴になった人たちがオフィス街で働きやすくなる。で他の場所行くにもここに鉄道駅があるので、これでこの街のいろんな場所行きやすくなりますもんね。ちょっとそんな感じでここのエリア、ここを開拓していきましょうか。そしたらここ6個ぐらい買っとくか。これで行きましょう。よし。でまずはここにジャンクションを作るわけですが、渋滞したくないからといってあまりでっかいのを置いてしまうと街を作るスペースがない。でこれが欲しいのがこういう十字のものなんですよね。左右の高速とつなげつつ、あとは南のこのオフィス街と、そして北側の方、こっちの方で降りる場所、そんな感じにしたいので、すごいなこれ、ダンベル型ダンベル型インターチェンジ、あとは氷炭型、小規模な交通量に対応する氷炭型の環状交差点、あとはシングルポイントインターチェンジ、あこれもかっこいいな、都会エリア向けと書かれてますね。さっきの氷炭型も面白いけど、ここを学園都市にしたいので都会っぽい感じにしたいですね。そしたらこれにしてみるか、シングルポイントインターチェンジ、これをここら辺に作ってみましょう。こっちとのつなぎ、こうわざわざこれ下取らないでまっすぐ通せばこの辺か。よし。そしたらまずここら辺を壊していって、そしてここにシングルポイントインターチェンジを置く。でこの海沿いの方に大学を置く海沿いにそびえ立つ大学、そしてこのここから南側の方に住宅地を作っていくという、そんなイメージで行ってみるか。待てよ、南側こことつなぐことを考える、先にこれ道路伸ばした方が分かりやすいか。なんかこれ曲がってるなここの横のエリアの線と比べて右に傾いてないか。ここは4車線道路か。これここから曲がらないように行くなら90度こんな感じ、ここで道路敷く。やっぱりこれ曲がってますねさっきここの横線、このエリザベスレーンに対して90度で道路敷いたけど、こうなるのか。んでこれでここインターチェンジ上書きで置けるのかな。あ置ける、あ置けそうだ。そしたらここに置きます。よし、こんな感じになった。これが新しいインターチェンジ。こんな感じでいいか。これで、こっちの高速から来た人はここでこのまままっすぐ行くときはこの上高架のところを通っていくんだ。ここの道路を通って向こう側に行く。で左側のオフィス街に行きたい人はここの左折レーンに入っていって、そしてこっち行って、ここの交差点、ここはなんかちょっと混みそうで怖いけど、ここで左側に行く。んでここから右に行きたい人はこれも一回左折レーン入るのか、左に入って、そしてここで右側の方へ行って、この高架下を通って向こうへ行く。ここも
こでぶつかりそうな気もするけど大丈夫なのかな。まあ一回これやってみるか。でこれで上の方で大学を建てていく。よし。そしたらまずどうすかな。大学とりあえず建てたいのがこの総合大学、今左側のこのゲージ、総合大学はゼロなので総合大学建てて、これ工科大学と医科大学というのはここに入ってないけど、これどうなんだろう、単科大学の扱いなのかな。工科大学、医科大学、それぞれ専門の大学ですから、まあ単科なのか。とそしたらまずはここも4車線道路でいいかな。ちょっとここはゴージャスに広めの道を通しておきましょう。そしてこの海沿いに大学、水中です。思った以上にでかい。待てよ、こっち側に建てると、ああこれこんなでかいんだ。あ、でもこれぴったり入るな。ここはぴったり入りますね。工科大学、医科大学、ああ医科大学横に広いのか。そしたら医科大学を海沿いにするか。医科大学をここに建てる。うおー、なんだ、利用可能な新施設ファーマ、すべての人に製品が届くよう努力をしている製薬会社、市民の健康度とウェルビーイングにいい影響を与える。はあ、医科大学と提携している製薬会社なのかな。これが医科大学。はあ、なんだこれ、え、崖が出現した。え突然崖が出現した。この崖があるんだったらここはもうしっかりと海にしたいですよね。よし、これでこうした方がまだ見栄えはいいか。ちょっとここ学生がこの辺歩いていて、ちょっとでも落ちたら危ない、命はない。大丈夫かこれ。でここで医科大学ができて、でそしたらスペースのある方にちょっと大きめ、あ、これ医科大学、あ、1個しか建てられないんだこれ。1つの都市に医療職の人向けのアカデミックな学びや第4段階の教育を提供し、医療とサービス施設の効率を上昇させる。へえ。あ、病院の効率が上がって治療失敗率が下がる。治療失敗率なんてあったんだ。待って、維持費が19万もかかるの月。大丈夫かこれ。これ3つともやったら維持費が19万2000、12万8000、これです。32万、プラス16万、48万、48万かかるのこれ。ただまあその分プラスもあると思うんで、まあとりあえずやってみるか。ここにとりあえず工科大学を建てる。うわー、そして利用可能な新施設、石油製鉄所。この製鉄所では地下に無駄に眠っていただけの石油が様々な物質に生まれ変わっている。へえ、石油精製所。で、さっきの工科大学はオフィス効率が上がって農業効率も上がるんだ。へえ。そして総合大学の方は特に効果なし。まあ、いいか。とりあえずここで総合大学をここに作る。よし、これで、あ、単科大学増えてないわ。普通の大学必要なんだ。ただ今建てると収支がまずいことになりそうなので、ちょっと単科大学に入りたい人はちょっとこっちの方に入ってもらおう。この総合大学、工科大学、医科大学、それがここに集まっています。こんな感じで、いやーでもここも平面にした方が見栄えは良かったな。見栄えを良くするために、あー、これ道路も待て、あ、資金が足りなくなった。あ、これ移転にこんなに関わるんだ。ちょっと待って、移転マジか。ちょっと待って、お金がない。これはしょうがない、融資受けるか。これどうぞ、100万ぐらいもらってる方がいいかな。これから先の街づくりも考えて100万もらって、月々の返済が4万7000。やばい、なんか変な出費が。こんな感じで、あ、これで見た目だいぶ良くなりましたね。よし、これでこっちの方をちょっとなだらかにして、よし、こんな感じで大丈夫か。これでこれでできましたね。よし、これで見た目もしっかりとした大学3つ建てることができました。お金だいぶ使って借金までしたけどで、これで
こちらに大学できたので、今度ここに居住区を作っていきましょう。で、居住区作るときに高密度、中密度、低密度がそれぞれ需要ある状態なので、大学に近い方に高密度住宅を作るかな。実際だとこういう大学の周りって安いアパートとかが多いんですよね。自分もね、学生時代大学のすぐそばにアパート借りて住んでいたんですけど、家賃の安い学生向けのアパートがすごいたくさんあったんですよ。あとはまあ安い飲食店とか、ジャンソーとかがそこら中にあったんだけど、これは、もっとスタイリッシュな感じにしたいですよね。この街、スタイリッシュな街にしたいのと、あと実際このゲームでは家族連れで住むことが多いので、多分こういう高密度の高層マンションに住む人の方が大学に行きやすいんじゃないかな。高層マンションに住んでいる裕福な人の子供の方が高学歴になりやすいのかな。わかんないけど、まあそんな感じなので、こっちの大学に近い方に高密度の居住区を作る。騒音がすごそうだけど、ここの高速道路のそばで。はい、なんかよくわからん地形ができました。こういう時に美術的なセンスが自分全然ないので、どうしたらいいかわからない。しかも微妙に左右対称になってない。まあとりあえず真四角な区画じゃあれかなと思って、ちょっと曲線とか入れてみましたけど、これでいってみましょうか。そしたらまずは高密度住宅をこの大学のそばの方、この辺に建てていく。これ多分高密度住宅一瞬で需要なくなるんですよね。なのでとりあえずちょっとだけ高密度住宅やった後は中密度住宅をこの辺、この辺も中密度もすぐなくなるかな、やって、そして低密度をちょっとこの辺やって、そして真ん中のここにいろいろと必要な公共施設を置いていきましょうか。あ、そっか、病院とかもあるのか。維持費が77万、いえそんなにするんだこれ。診療所でいいか。診療所と、あ、またお金が足んない。ちょっと待ちか、これお金大丈夫かな。あと50万。診療所と火葬場置いて、そしてこっちには消防と警察を置く。反対の方が見栄え良かったかな。これでいいか。大して見栄え変わらないな。まあいいか。こうする。そして、あ、そういえばこれ前に開放したこの辺使いますね。大きい都市公園、大きい広場、大きい遊び場、そしてスポーツ公園。うん、そしたらバスケットコートとか置いてみるか。バスケットコートをそしたらここに置いてみる。よし、そしたらこれでバス路線も敷いて、これで OK かな。ではこれで時間進めてみます。さあこちら、なんだこれ、こんなに高いのこれ。ちょっと待って、高密度住宅ってこんなに高いんだ。一気に背の高い建物が建ちましたね。そしていきなり廃墟になったぞこれ。なんでなんでなんだ。よし、さあこれで新しいこの学園都市に新たな住宅が建っていきます。いやーこれどうしよう。居住区高密度一気になくなりましたね、予想通り。で、低密度中密度が割と残っている。これって入居者が入っていかなくてもまだ減りますもんね、これ高密度なので。これじゃあ全然足りないということか。そしたら中密度をさらにこの辺、うおーびっくりした。利用可能な新施設、デュークリアディアアパートメント。滑らかでアーチを描く形状は周囲にいる者全員をギョッとさせる。ただしいい意味で。ほう。なんかできた。そしたらこれでここら辺中密度で塗っていって、低密度をそしたらこの辺にも作っていきますか。そしてさっきの、そういえば立ててないものがたくさんあるな。これをここに立ててみるから、あ、そっか、これスペースを結構使うから、空いたスペースがあるところ、こういうところに立てると無駄がなくなるか。これをここに立ててみる。こちらがデュークリアアパートメント。ここで、人々がギョッとするらしいですけど、それ以上にめちゃくちゃ高いビルがすごいタワーマンションがここに立っています。あ、こちらもう2人入居してますね。資産、快適な資産を持った人と、
平均所得裕福。あ、やっぱりこれ、この高層マンションに住む人は裕福な人が多いんだ。そしてこっち劣悪、平均所得劣悪な人がこっちのさらに高い方の高層マンションに住んでいる。タワーマンションで質素な生活をしています。こっちは悲惨だ悲惨な生活をしているタワーマンションに住んで。よし、さあそしてこちらが、医科大学。ここに従業員は増えていて学生も何人か来てますね。よし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 。そしてこっちの総合大学には学生がゼロ、こっちの工科大学学生ゼロ。あれこれ学生の需要がかなり多かったんですけど、まあ気長に待っていきましょうか。そしてこの町と、向こうのここの鉄道駅、ここをバスでつないでいるので、ここに住んでいる人たちはみんな向こうに行きやすいはず。いろんな場所に行きやすいはず。あ、バスありますね、バスがここで今2人乗っている。さあこの崖っぷちのここを折り返していって、そして向こうのこの新しいジャンクションを通って、ここそか信号なのか、ここを通ってん、なんだいやこれあれ大丈夫かな渋滞は。これでオフィス街の方にやってきて、そしてあ、もう一気にここ人がすごい、すごいな、これ。ちょっと待って待って、マジかマジかマジか。これで今こちらのバス、これであもう満員だわ。待てよ、こちらバス路線20、そしたらこれ車両数増やす、いや5人、これ回っていけば大丈夫かな。5台あるから回っていけば大丈夫か。ここら辺でも信号をなくしちゃったらまずいのかな。信号路中もひどいな。とりあえず信号いらないのが、ここ。ここは信号いらない。ここは信号を消して。そしてこれは街路樹を植えていって、ここら辺の路中をなくそう。このメインの大通りには街路樹を植える。そして横にそれる道は芝生を入れていく。こんな感じで、路中を撃墜しよう。そしたら路中がなくなった分、駐車場も必要か。地下駐車場とかもあるのか。立体駐車場、おお、でかいやでもスペース、うーん、ちょっと立体駐車場も、ただそんなに駐車必要かな。これ住宅地ってまあ、うーん、使う人はいるけどそこまで埋まらないんですよね。うん、一応そしたら駐車場台あたりをこの辺作っておくか。ちょっと、メインの通りとは外れたところに作って、これって歩道で繋げたりできるのかな？なんかこの駐車場から出てきた人が、ここにバス停あるので、こっちに移動しやすい方がいいですよね。区画をなるべく潰さないように。繋がってなさそうだな、これ。あ、これで繋がってるわ。よし。こんな感じで、ここ、これ駐車場繋がってるか。一応置ける場所に置いたけど、これで駐車場を使ったら徒歩で、こっちのバス停に近い方に行けるようにしてある。なんか見た目が、大丈夫かこれ。こっち側一つ、こっち側で繋がる方がいいか。こうするか。ここ、車入りますよね。一応、あの道路が繋がっていませんマークは出てないし、この辺の路中取り締まって、使ってくれる人を、うわっと、ここ、おお、使ってくれた、使ってくれた、入ってくれました、入ってくれました、ここから入っていった。よし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 。さあ、こちら、あ、この、降りていったこちらのカムリン・ミラーさん。この人は、ここから、あ、歩道を使ってくれますね。よしよし、いいぞいいぞ。これで歩道を歩いていって、さあ、これで歩道を向こうの、駐車場、待って、駐車場すんごい。ちょっと待て。そんなに来るんだ。一気に来たな。少し値段上げとくか。50まで上げちゃっていっか。さあ、こちら。このカルミン・ミラーさんがこっちへ来て。あ、そしてこれどんどん埋まってくな。この駐車場。50ユーロに変えたんですけど、それでも駐車場に車が吸い込まれていく。さあ、そしてこちらの人は、あ、向こうのバス停行かないわ。バス停ここなんですよ。バス停、奥、あ、なんだ。どこ行くの？え？なんかすごい裏道を
あ、ここが、ん？待って、居住区の、うわなんだこれ、居住区の裏手、うわすげえ、タワーマンションの裏手が、ちょっと待って、びっくりした、このタワーマンションの間に入っていて、何をしに行くんだと思ったら、ここでパーティーやってる、これ、タワーマンションの裏手でパーティーやってる、すごいな、これ、うわー、こんなになってるんだ、うわー、マジか。あ、これ続々とやってきますね、このタワーマンションの裏手のパーティー会場に。すごいな、パリピだらけの、あ、そしてここから入れるんだ、パリピだらけのタワーマンション。はあ。さあ、そして肝心のこっちの大学の方は、学生ゼロ、工科大学学生ゼロ、総合大学学生ゼロ、そして医科大学学生81年。医者だけちょっとだけ増えてる。退学率 3%、 研究施設で学生が卒業する確率が増える、これは退学率が下がるという考えでいいのかな。ただ維持費が15万か。あ、でも結構お金が貯まってるぞ。そしたらこれちょっと借金100万ぐらい、借金とりあえず返して、これで、あ、今これバス結構お客さん乗ってるけど、これ全然降りていかないな。バスで降りない人というのはバス停3つしかないんですよ、この居住区とこの大学のところと、そしてこっちのオフィス区画のバスターミナル、この3つをつないでるだけなので、居住区で乗った人はこっちの鉄道に乗りたいだけなのか、それでバスに乗ってるんだ。さあ、そしてバスターミナル、こんな感じ、最初人がものすごいごった返していましたけど、最初はバスの本数、バスが車庫からこっちまで来ていなかったからあれだけたくさんいたわけですね。今はこの人数で大丈夫。つばたばた、ここ待ってる、こんなとこ渡る、ここの駅に行きたい ばかりに実際こういう人たちいますけど、危なくて、危なくて、ちょっと引かれてないか、何人か引かれてないか、ちょっと待って、ここの畑を少しスペースもらって、そしてここから歩道橋を建てましょう。こんな感じで繋いでみるか、これでいけるか、これって繋がってますよね、どうなんだ、これってここになんか生垣があるから使ってくれないか、これ、あ、しかもこっちから入ってくるのか、これで外に出てきた人が、いやー向こう行っちゃうか、そしてここ渡っていく、こんな感じにするか、これでここを使ってくれるかどうか。さあ、ここのバスから降りてきたお客さんが左の歩道橋を使ってくれない。あ、この人こっち来た。いやー、でもそのまま向こう行くわ、この人もそのまま向こう行く。これみんなここ渡っていくな、もういっか、これでこれいっか、これもう撤去しよう、誰も使ってくれない。あるいはもうここの道路をいっそ高架にしてしまうという手もありか、ここを高架にしちゃって、それで下を通る。あれ、これちょっと待って、あれ、これって、ん、え、ちょっと待って、これ道路の上に道路を置けるの、え、待って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 衝撃の事実、これみんな、え、これ当たり前の情報なのかな、道路の上に道路の上に道路が置ける、これ道路の上に道路を敷けるなら渋滞問題全部解決じゃないか。例えばこっちのこの初期の村、最初の方ずっとものすごい渋滞してましたけど、例えばここ双方向の高速道路を一気に下までガーッと一気に敷いてしまって、2階建ての道路にすれば、ここを通り抜けたい人は上の高速を使って、下に用がある人は下の道路を使うとか、そういうやり方もできるのか。なるほど、ちょっといろいろと交通事情を大きく改善できそうな感じがする。まあそんな感じで、とりあえず今回は一旦ここまでにしましょうか。結構この海辺の大学いいっすね結構かっこいい眺め。この新しい学園都市、まだまだ学生がかなり少ない状態ですけど、ここからどんどん高学歴の人たちを輩出していって、そしてこのキリアシティ2の未来を担っていってもらいたいと思います。それでは今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。
もしよろしければ動画の評価をよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。